I appreciate 高梨いつきです。この動画では25年間造形絵画教室を主催する中で生徒さんや保護者様に送っていただいた46のグッドプレゼントについて一つずつ説明をしています。理、相手や周囲の人間関係に共感しつつ自分を保つ術を教える。いざという時の爪と牙と角の手入れ。1エピソード。例えば兄弟やお友達が困っていたら助けてあげるけれど自分の制作に集中することが大切と教えていらっしゃいました。2、なぜグッドプレゼントなのか。子育ては周囲の人に共感してつながりつつ自分の軸も保てるバランス感覚を持つ人を育てることが大切であると気づかせてくれたからです。3、どんな風に変わったのか。子供に人を大切にすることは素晴らしいこと、同じように自分を一番大切にしてくださいと言うようになりました。愛のある子育てと人間育てを教えてくださった皆様には感謝してもしきれないですね。愛のある人間に育てるとはどういうことなのか。バッドプレゼントばかり子供に送っていた私が変わるきっかけとなった生徒さんと保護者様から送られたグッドプレゼントについて書き動画でシェアしました。参考になれば幸いです。 I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。